大阪を拠点に美術作品を制作している大西康明です。発想は素材の持っている可能性を展示空間から受ける印象と重ね合わせるような作業です。有機的な素材に形を借りたいというか、そこと重ね合わさりたいというか、した世界、逆さまの世界から僕らが立っているこの世界までを接着剤でつないでいます。そこに尿素の飽和水溶液を噴霧器によって全体に吹きつけていきます。僕自身でそんなに作り込んでいかないというか、何かあるものに手を加えるとか、そこから情報を取り出すことで作っていっている作り方です。